さあやってまいりました、ニューヨーク会場でございます。すごいですよ、にぎわいがやばいですね。だいぶえぐい人数になってる。なんか毎回なんか来るたんびに人が増えてる気がしますね。いやー今日はね、前回が、はい、一周できたということで、まあ、今回はなんとかね、決勝まで行けたらいいなっていう感じですよね。頑張っていきましょう。いやーすごいですね。今これでオープンの A ですね、やっております。結構間の上りがしっかりとブレークみたいで、あ、でも吹き飛んでますねなんか相側のね、上りはね、入るって聞いたんですけどね、結構、なんだかんだ苦戦してそうですね。物販ですね、なんか物販は結構午前中に売れ切れちゃったみたいですね。ちょっと人が、ちょっと閑散としている感じはありますけども、ちょっとね、帰り際に寄ってみたいかなと思います。あー、ちょっと、安牌でちょっとひよったってやつか。いや、いや、まあでも、今回 N なんで、ちょっと落とした方がいいかなっていう。了解です。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ今回も頑張って楽しんでください。ありがとうございます。はい、行ってらっしゃい。通りました。こっからが本番。どうも、主催されます。お願いします。はい、どうも、はい、ありがとうございます。主催されるっていうの、主催されるってお願いします。修理お願いします。ございます。車検通りました。お願いします。ブリキさんだに飛びました。お願いします。お願いいたします。どこに座れました？下りでレーンチェンジしたはい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。負けたいやでもなんか思ってる跳ねたね、下って。でもなんかどっち、左に飛んだのかな多分。はい、行きます。うん、動画撮ってるから、あ、はい、無事なんすか、え、どっちなんすかじゃあもう解散じゃないですか解散じゃないですかということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか、残念結果にやりきれない感じになりましたけどなんだろうね、対決シリーズを思い浮かべる、思い浮かべるぐらいやりきれない感じでしたけど、微妙にあの、なんつうのかな、いい結果が出なかった時の、あの、なんだこれ、俺何しに来たんだかが、そう、取れ高どうしようもあるし、あ、そう、取れ高どうしようが、ね、それは一番あるけど、それ以上に今日 何しに来たっけ何しに来たっけって品川へ何しに来たっけすごいですよね。でも前マンドさんでもかなりこれ安定してましたもんね。そう、東京掛川、まあ掛川は、うん、あのとその本番はコースアウトしちゃったけど、はいはいはい、練習走行は全部完走して、うんうん、あの結構いいタイムも出てたんです、はいはいはい、セッティング自体はあの変えてないんですけど、そうですね、なんかあれじゃん、今日あのそのコース設置があんまり、うん、そのなんか昨日今日といつもと違うっていうことで、うん、ね、あの速度が出せない、まあ、ブレーキもかからないっていう、まあ、前情報と、あとライブ配信見ててもやっぱりそんな感じだったから、すげえね悩んだ結果、いつも通りセッティングでいったら、はいはい、まあまあね、でも多分セッティングはそんなに変えなくてもっていう感じだと思いますよね今回ね。多分電圧落とすとか、まあ、モーター変えるとか、そんなレベルだと思うんで、そう、うん、そう、ジャンプ、うん、相側上りで姿勢崩したまんま姿勢崩してドラゴンに行ったから、うん、そこでこうもうねマシンのこう走行ラインが変わっちゃって、うん、そうですね、多分悪いのを拾っちゃったんだろうなっていう感じですね、うん、まあ、ただなんか走らせててちょっと不安定さがあったから、はい、まあ、今日はもうそういうレースなのかなっていう、そこをうまく抜けたとか、あとはどこまでチキンレースできるかっていうところですよね。うん、まあね、うん、まあ、優勝しなかったらね、みんなあれだから、ね、まあ、まあ何言ってもね、まあ、そういう感じで、まあそれに関してはおそらくモノさんの動画の方で、うん、はい、いくらでも語られてると思うんですけども、はい、じゃあ
まあ、いつも通りのあれやりますか、僕のマシンを公式のマウントおじさん、公式マウントおじさん、うん、はい、じゃあどうでしょうか今回の僕のマシンは。赤いね。赤いです。これはもう視認性を上げるためだけに赤くしました、ね。なるほどね。自分のマシン見失うんで。今日俺なんてミライトあの付け忘れてたからね。急いでたから。時計見たらもう受付始まってたんだ。だから僕と会った瞬間にもう受付始まってましたから、ね。そうそうそう。そう。なんでゆったりしてんだろうって思って。あれって3時25分だっけなと。全然。全然。3時10分だ。うん。なるほど。そんな中で。そうでも結局僕自分のマシン見失ってましたから、ね、他の人のマシン目で追ってて、そうあるあるだよね、あるある、うん、じゃあまあどうでしょうか、とりあえず動かしてみますか。あでも音は結構静かで、駆動も別にそんな悪くなさそうですね。この辺はね3レーンでね、うん、そうそう、うん、でもあんま駆動はそこまで今回気にしてはなかったです、うん、やることだけちょっとやってみたいな、うん、だろうね、まあ、スラダンの動きもちょっと固めかなっていう、うん、もうちょっと柔らかくてもいい気がするけど、でもこれ両方黒金だったと思うんですよね、うん、それでソフトのグリップとかでしょ、多分混合にしたと思うよ、ソフトとハード、ちょっと温度が分かんなかったんで、うん、なるほど、今回 N コースっていうことで、はい、まあ、N コースはなんかね、アイガーのステップ下りがそう、なんか全体的に厳しいって聞いてて、うん、で特に3コースが厳しいってなったらしくて、うん、で僕2から出走だったんで、うん、あちょっとこれまずいかもって思ったら、うん、綺麗に横転してましたね、多分なんかね、うん、F も N も、まあ、N の方が多分下った先が多分ちょっと歪んでるのかもしれないし、ただ F も N もコーナーのそのあだからアイガーステップ下りの前のストレートで左側に寄っちゃってるマシンは、寄り切っちゃってるマシンは、まあ僕と一緒で こっち側のねローラーが引っ掛けてこういう風に飛んでいく、あで、まあ、こっち側がコースの右側に引っ掛かるか、まあ、こっち側がコースの左に引っ掛かるかみたいな感じでコースアウトしてしまって、逆にこっちに寄ってると寄りすぎちゃってるとこっち側に飛んでいって、まあ、同じ現象が起きるんですけど、多分ね、こっち寄りすぎてると F も N も今回はちょっとこう下りでこういう風に下ってる最中にピッと曲がって引っ掛けて、でこのまんまこういう風に戻れずに、こっち側が、ね、引っ掛かる分にはこういう風になってこう戻る可能性があるんですけど、こっち側が、ね、引っ掛かるとこうなってそのままグイーンっていっちゃいますね、そういう感じなのかなと思います。今回でも一つ反省点はあるんですよ、うん、ここがもうキャッチャーでいいやってなっちゃったっていうのは多分マイナス点だったと思うんですよ、多分そこ弾かれちゃったのかなって思って、いやこれは多分そんなに悪くないと思うんで、あ本当ですか、うん、なんとなくまあ見た目ねかっこよくするのは難しいからカーボンとかの方がっていうのがあると、俺それ悪かったのかな、うん、なんかでもイメージとしてはここでちょっと柔らかく衝撃吸収して滑りよく入ってくれみたいな感じだったので、うんうん、いいよね、でもこれね、スラダン使ってね、引っかかり防止こうね、つけるのって難しいんだよね、めっちゃむず、さっきね、見せてもらいましたけど、ね、ムロさん結構うまく作ってるんですよ、それが、いや間に合えば入ってたのかっていうと多分入らなかったと思うんだけど、まああんま関係なさそうだよね、あんま関係ないかもなって思ったけど、ブレーキも柔らかめで、だいぶ柔らかくしてますね、落下の衝撃対策で、で腹もちょっとするようにしてるんですよね、そこ見ないで、そこ見ないで、そこ見ないで、やめて。もうさ、後ろから見たら分かるんだよね。でもね、それ結構長めにしてるはず。やめて、戻った。それ何なんだろう、多分ちぎれたんだと思うんだけどな。いや、多分単純に長さが足りてないんじゃないか。いや、前ね、だいぶ長くしたんですよ、ここぐらいまで。来るようにしてたんで、多分長さが足りてないか、ちょっと長すぎて、はい、この短ければ多分この、うん、なんだ提灯のこの部分に当たらないから、多分戻るんだけど、ね、そう長きゃ長いでここから出てこないけどって、多分一番絶妙な長さにしちゃったから、このこういう現象が起きる。そうしたはず記憶がないんで、だって前ちゃんと。潰せてましたからね、うん、まあちょっといいですそれはもう、まあでもねこういうのはねすぐ治るからね、交換すればいいだけだから、うんうん、まあ、あとブレーキもね前の方がそうだいぶベタベタにしましたよ、うん、今回ベタベタにして、だからフロントやっぱそう初め1周目で俺止まったかなって思ったぐらいビタって入っちゃって、
いや、スルーさせたはずなんだけどなみたいな、うん、あまあまあスタート直なんでね、うん、ちょっとこすったらそれはまあ見つかるんでしょうけど、結構でもなんか裏見るとめっちゃなんかいろいろやってそうな、ね、やってそうに見えるだけですよ、うん、感じ、うん、で結構シンプルには作ってますよ、うん、シンプルにうまくまとまってるよね、うん、スラダンとあとスラストプレート入れてるぐらいで、うん、フロントは前回のマシーンが結構ゴテゴテさせてて、うん、で今回が純正だったんですけど、うん、次回以降はちょっと自作のスラダンをもう一回試してみようと思って、うんまあ、今回多分そのマシンどうこう、まあ、グランプリもねもう結構出てるから、うん、マシンどうこうっていうよりは走らせ方だよね。走らせ方が合わなかったっていうのと、ね、まあその前回とかのグランプリとちょっと雰囲気が変わった時のその合わせが難しかったっていう、特に多分前回までセッティングが出てたりとかこれでいけるだろうなって思ってた人ほど難しかったのかもしれないよね。これまでに比べてすごいイメージはしやすかったんですよ、うん、なんか僕の中ではそのなんていうんですかね、まあ結構ツイッターとか動画でも言ってたんですけど、うん、その平面速度から割り出した、うん、そのジャンプの速度って一応物理計算上で簡単に出せちゃうん で、うん、でやってたよね。そう逆算すれば、うん、あいけるなって思ったんですよ前回も、うん、そのライトダッシュで走らせた時もマッハで走らせた時も、うん、思った位置には飛んでたんで、うん、でもあの下りは知らんって思って、ね、あれは知らんあれは物理で出せんって思いながら、しかもそれもさ全部しっかりこうさ綺麗に設置されてのね話だから、まあ、当日のその情報を得て、うんね、どう変えていくかっていうのがやっぱりそうだ今回は目標としてた上りで安定して入るみたいなのは結構綺麗にやっぱ入ってたから、うんうん、あそこはいけたなって思うと、うん、違う課題がその場で出てきたっていうそうだね、うん、あとはねその次のジャパンカップ、まあ、愛が上りとか下りとかが継続して出てくるかわからないけど、うんそうですね、まあ、もし出てきたとしても、このブレーキセッティングとか、今回のもね、かなり経験値は高くなったと思いますよね。うん、まあ、下りに関しては、まあ、知らんな。知らん、ね。その前のセクションによって。何ができたんだろうって思いながら。うん、でもなんか僕の、まあ、動画のコメントだからわかんないですけど、うんなんか檻の姿勢は研究で何とでもなりますよみたいなコメントが来ててえどう研究するか何も述べてくれてはなかったんですけどいやまあ言ね言ったもん勝ちだからあれだけどどうなんだろうねできたのかなっていうその、うん、理想の走りで行けば行けるのかもしれないけど、うん、まあ複合的にね見て例えばねそのまあ俺のやつみたいにドラゴンバックの手前でちょっと姿勢が乱れちゃったりすると、うん、また侵入まあそうですよね、イレギュラーはでもまああれかもしれないですけど、うん、まあでもそうですよね、そこまで、だ次回は次回の大会がどうなるか分からないですけど、うん、なんか次回も同じアプローチでいけたら面白いのになっていうのと、うん、個人的にはそのだ1月からその大会がずっと続いてるじゃないですか、うん、で今回のこのラビットホールが一番優勝に近いんじゃないかって俺思って見てます。むしろここで優勝できなかったらいつすんだっていうぐらいに見てて、うん、その分ギャップがかなり激しかったから、うん、なんかその下りがあることによって、うん、そのマシンのそのポテンシャルがめちゃめちゃ高くて、うん、速くても結局下りの攻略で速度を落とさなきゃいけないとか、うんそうですよね、まあ相側の上りで速度を落とさなきゃいけないっていうその速度制限がコースレイアウトでかかるからパワースバトルにはそんななってなかったそうなってなかったっていうそうするとまあ誰でもワンチャンある可能性があるしもともと逆で言ってましたよねみんなここはパワース勝負になるみたいな話ライガーのそうだね初めの頃はなんか今回のこれはマッハで全然回せんじゃないかみたいなそうアイガー上りさえ止まっちゃえばいけんだろうっていう下りは結局そんなに飛ばないっていう、うん、まあ確かにそう飛距離はねそんな乗ってないし、うん、だから計算したら3万8000ぐらいでも全然下りは、うん、あの全然入るっていうあれだったんでただ、まあ、上りが止まんねっていう止まればっていう話がねそれが一番難しかったっていうやりすぎるとあの45度バックでそこ止まるっていうまあ実際実践しましたもんねそうだねあのニューイヤーの時ねニューイヤーの時ね、うん、面白かったですよねあれニューイヤーだっけニューイヤーだよねニューイヤー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 の時だね
これめっちゃ面白かったです。あれ0.18 秒大爆笑したやつ俺、うん、まあ、着々ね、相側のね、うん、上りで止まってる人はいたんで、ね、やっぱりそのブレーキもそこそこ抜かなきゃいけないっていうところで速度制限がかかって、今回はもしかしたらでもモーターをもうちょい下げてればっていうところは僕もあったんで、うん、で俺前日にやっちゃったんですよ。あのモーターチェックしてて、うん、ちょっと軸受けもやっとくかみたいな感じでいろいろやってたら、うん、全部3万6000まで上がっちゃって、うん、あれ3万台のやつが3万6000まで上がったぞみたいな、うん、いや悩んだでも今日の速度域、いや速度域はね、うん、そんなに間違えてはなかったかなと俺も思ってた、うん、そんなに速くなくても今回良かったけど、うん、まあ、下りであんだけね、まあ、下って、うん、下りでその、まあ、横に向くとか、うん、姿勢悪くなるってあるじゃないですか、うん、あれってもうスラダンで実際なんとかなるもんなんですか。俺ちょっとそこのデータが分かんなくて、ね、そこはね難しいよね。俺もねよくスラダン これで使ってるけど、うん、スラダン使ってるから余計なんかそのちょっと引っ掛けた時のこの下っている最中にクッて曲がる人がすごい大きく出る気がする。へー、うん、それは残りすぎてるからってことですか。多分戻ってないからもこう要はこういう風に戻るじゃん、はいはいはい、特に下りってフロントが抜けた後こうやってこっち側に寄ってるとフロントが抜けてでこういう風に行って、でもここで圧がなくこの辺で圧がなくなってくるじゃん、下りにこう抜けるって。だからここで最終的にこっち側にこのバネが戻す力っていうかだけ残って下っていくから最後にクッとこうこっち側だけにこういう風にねベクトルが寄って弾きすぎちゃうみたいな可能性もあるし、だからその下る前にしっかりスラダンの動きでコースのフェンスからこう離してあげないと多分綺麗に下らないんじゃない。で今回俺のやつは多分張っちゃってたんだと、はいはい、ちょっとでもこうコースに張った状態になると、でも多分それあれですよね、上り対策でってことですよね、多分這うようにしてるのって。いやね本来だと、はい、まあこれ純正の穴位置ぐらいにローラーつけてるから、フロントが幅広になってる、フロントが幅広になってるからどっちかというとコーナーから離れていくじゃん。あ、そうですね、そう、だから普通にこういう風に走ってくれると離れていってくれるんだけど、まあスラダもだいたい同じ動きにしてるから離れていくんだけど、そうすると多分ここのこっち側の影響っていうのが少なくなってくる。まあ、あとねここちょっと今オールアルミしてるから余計ここが食っちゃうっていうのがあるんだと思うけど、だからそれ以外のコースは別にまあちょっと危ういところはあったけど、まあ、しっかり入ってたし、ね、うん、多分あそこでのこの これがね、まあ、多分、うん、まあそれはイレギュラーなんで動画見て、編集の時にようやく気づくっていうよくあるやつ。なるほど、編集めちゃめちゃ気づき多いよね。いや僕も、うん、本当1フレームごとに見直してるんで、そうスローにしてそうここでそうそうそう、僕本当トト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 ンってやりながら矢印の右ボタンをトトトトトってやりながら、俺それでそのフレーム見て自分のマシンの速度から逆算した平面速度割り出してるね毎回。動画を撮るっていうのはねやっぱいいよ。いやかなり違いますよね、あれ見ると見ないじゃん全然。なんか完璧には分からないけどなんとなく概要が分かるじゃないですか。そうあれみんなやった方がいいと思う。なるほど、まあそのマシンはいいんじゃないんでしょうか ねリフター以外はまあそんなに問題はなかったね。まあ、あと若干ここがねさっき少し当たりそうっていうね、ちょっと削れてる、ちょっと削れてるね、あんま良くないな、なるほど、じゃこれは、まあ、いらない部分だからカットしちゃいましょうか、これは、なるほど。ということで、まあしばらくね公式大会はお休みというか、はい、まあ一旦期間が空くから、そうですね、まあ、その間に公式マシンを作り直したりっていうか、ものすごく企画がたまってるんですよ我々の。まずオモヨンクが、オモヨンクっていうかヘビー級王者がまず作んなきゃいけないのと、ね、作ってんすか、うん、作ってない。ツナヨンクもツナヨンクね作ってない、作ってない。やっと最後だ。ミニサンク、ミニサンクも作ってない。6月に間に合うんすか。やばいね、本来5月の予定でしたけど、ね、やばいね。いや頭の中ではね、うん、なんとなくで6月入ると次もしジャパンカップ来たら間に合わないっすよ。
やばいね。そうですよ、早めに作んないと。なんだったら、うん、6月っつったけど一旦5月に集まれる人だけで集まってやって、ね、比較消費した方がいいと思いますよ俺、うん、確かにね、うん、あとねミニサンク思ったより重いっす。あ、うん、まああれはさカロリー高いっすよね。あのまあ、まあ、誰が早いとかじゃないじゃん。まあ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 、まあうん、何を作るかです、ね、何を作るか、ね、でもねツナ四駆はめっちゃおもろいっすよ。ツナ四駆はおもろいと思う。あれはもう全国ツナ四駆競技会作ってもいい、作ってもいいレベル。だって持ってれば対戦できますもんね。そうだね、うん、そう。これ一応全長、全然高さが、うん、全高が7センチになったんで、うん、持ち運ぶのが大変っていう。あそうだね、普段のコースでも、うん、まあ、行った時でも、まあね、他のお客さんに迷惑かけなければ、うん、ストレートがあればいいから、そう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 、ちょっとお願いしてね、うん、コースの利用だけね。もうミニ四駆やべえ、うん、もう飽きたわってなったらツナ四駆で、ツナ四駆でちょっとバチバチってやつ、うん、まあ、ヘビー級が一番なんだろうね。ヘビー級はね、多分ね、そんなカロリー高くないんですよ、うん、最悪詰めばいいだけだから、うんうん。まあ、でもなんか面白いもん用意しようかな。そうですね、ぜひちょっとモモさんが一体どういう、結構でもモモさんってやっぱスマートに作ってくるから、ね、そのね、ヘビー級はね正直ね何してくれてんのって思うかもできると思う。あ、本当、うん、で、うん、ツナ四駆は、うん、まあまあわりかし真面目に、かっこよくは作るかどうかは別として、うん、まあ真面目にやって、はいはいはい、まあ、サンクはまあ、サンクは見た目にこだわりたいなっていうのと、そうです、ね、ちょっとやってみたいことがあるから、まあ、サンクはそれでいこうかなっていう、うん、まあどっちにしろね、うん、まあ、ヘビー級とまああれかツナ四駆は一応タミヤレギ準じて、そうそうそう、サンクは、できるだけタミヤレギを準じて、そう、そう、まあ、それはもう個人の良心の範囲内でマナー的なところだけね、あれして、まあもう三輪駆動にしてシャシぶった切るからね普通に。いや本当ですよ、でももう走行許可は取ったんで、ああ、はい、そうだね、なんで、まあ、あとはやるだけ、まあ、サンクって言ってるけど多分みんな肉でくるだってサンクって大変っすよ、サンクは難しい、どこ駆動させんねんって、まあ、後ろにしろ前にしろ、うん、タイヤ1個じゃんそれも動かさなきゃいけなくなるってタイヤ回して、そのタイヤでタイヤ回すぐらいやんないと駆動しないよっていう、うん、で最初はなんか肉で作ったら面白いんじゃないかな、前後でね、バイクみたいなね、そうそうとか、まあ、前に1個だけで、はい、後ろはだからいわゆる三輪だよね、ローラーとか、あだったらもうなんかそれでいいかなっていう、なんかガチフラットじゃないですけど、うん、なんかあるじゃないですか、うん、なんかニコニコとかのやつで、うん、そうあれとかってもう目の前になんかコムローラーみたいなのつけて回してる人いますよね、あそうだね、うん、滑らして、ね、そうそう滑らして、うん、こんな感じで、まあどういう感じで、まあ、あんまりね、あのやりそのコースね、ちょっと使わせてもらうから、ね、今回ちゃんと許可取ってるから、うん、できることであって、あのこういうあの見た目はだからちゃんとミニ四駆、ミニ四駆のまあ三輪バージョンで、ちゃんとローラーもつけてね、そうですね、ブレーキとかも貼れたりとかして、うん、コースを傷つけないようなカスタムで三輪駆動をやるっていう、多分ちゃんと走ったら勝ちです。そうだね、多分だけど、ドラゴンバックとか前提しそうだもん、ね。そうそうそう。どう走んだよって。っていう感じなんで、まあちょっといろいろ企画がまあごった返してますけども、一個ずつ紹介していきつつ、まあ、本日は2人とも、はい、大した取れ高がないので、2人であの動画を撮ったそうそうそう、1分ぐらいしかなかったもんね、頑張って3分いくかなって、うん、そんな感じで、はい、じゃあ次の波乱でしたね、ジャパンカップ頑張りましょう、頑張りますか、はい、ということで、うん、まあこの動画面白かった人はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あー待ってバイバーイバイバーイ本日はここまでの動画撮影ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますのでぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。